はい、皆さんこんにちは。今日もこの本を一緒に勉強しましょう。今日はこの本の12課を勉強します。12課は形容詞言言詞ゲパースデンスとマイパースデンスゲファウデン言法首先是学这些いい言言詞ゲパースデンスニュイカマイコカッタです。例如おいしい，但是已经食咗啦，咁样嘅话，おいしいがいい唔要がまいこかったです。即系おいしかったです。咁样，如果过去过去嘅花语定嘅话，おいしいがいい唔要くなかったです。咁样，おいしくなかったです。おいしくなかったです。所有的いい言言詞都是这样的。暑い、暑かったです。暑くなかったです。跟住な言言詞怎么样呢？な言言詞是きれい、きれいでした。きれいでした。パースデンス。パウデン。きれいじゃありませんでした。名詞都是咧，同那形容詞一樣嘅。休み、休みでした。昨日は休みでした。休みじゃありませんでした。それで記住、かったです。くなかったです。でした。じゃありませんでした。ゲリゴシン。はい、文系です。文系の一番。昨日は雨でした。昨日ちゃんみゃ。昨日はちゃんみゃ。はい。雨、雨、落雨。そう、ちゃんみゃけいえ。そういれ、四パースデンスケ。そう、昨日は雨でした。雨はいめんち。そういがりでした。昨日は雨でした。はい、文系の2番。昨日は寒かったです。で、四、昨日はちゃんみゃ。はい。寒い、冬、寒い、入、いい、寒かったです。寒かったです。因为寒い、はい、意見はい、パースデンスケ。OK? はい、じゃあ JLPT です。昨日の天気はどうでしたか？昨日の天気はどうでしたか？教えてください。